懐かしい、忘れられない味というものがございます。この沖、今では酒ばかり飲んでおりますが、佐賀のお城下に戻ってくると思い出すのは、子供の頃、遊び疲れた私を迎えてくれた母の姿、母の味。添島さんや大熊らとしこたま遊んで帰ってくると、母は丼にドーンと私の好物のナスの煮浸しを出してくれたんでございます。私はそれをペロリと平らげ、さておかわりというまでもなく、母は継ぎ足してくれた。そんな忘れられない味、人の思いが詰まった食べ物、この男にもあったようでございます。時は明治29年春、場所は佐賀城下にございます余家神社のすぐ近く。幕末維新、佐賀の八賢人おもてなし隊によりまする歴史寸劇アルボール、それでは始まり。こうやって30年ぶりに帰ってきても、クスノキは青々と生い茂り、堀を渡る風は爽やかに我がマントを揺らす。この度は母上の墓参りのために久しぶりに帰ってきたが、今思えば東京に出て帰らぬわしを母上は命がけで呼び戻してくれたのかもしれんの。しかし最近は忙しくてかなわん。今日も朝から走り回って何も食っておらん。腹が減った。ん？何やら甘いいい匂いがする。ん？お、スルーやん。うまそうな菓子屋じゃな。おお、ご主人、一個菓子もらっていいか。ああ、ありがとう、ありがとう。おお、なんとも面白い形じゃの。うん、うまい。なんともふっくらした味わいじゃ。あ、わしはほら、長崎のカステラで気に入ったぞ。ご主人、この菓子、なんというのじゃ。マルボーロとな。おお、これは気に入ったぞ。もう一個もらっていいか。足りんな、もう一個もらった。あるの全部もらっていいか。ああ、金じゃなかよ。釣りはいらんぞ。ご主人、名は何と申す。ああ、善吉とな。善吉殿、覚えておくぞ。いい買い物をした。で、忙しいので、また今度な。いやー、いい買い物をした。うまそうじゃん。時はその1年半後、舞台は東京。珍しくあの大熊から私とこの方に頼りがあったんでございます。しんするこのところございます。あの大熊から久しぶりに頼りが来た。で、待って、これよう見たら全部ひらがなで書いてある。漢字が一個も使われとらん。読みにくって仕方んなわ。いや、待てんな。心中秘するところございます。心中秘するところ。おお、なるほど。あの大熊め、ついに覚悟を決めたか。で、添島殿には接待へいらっしゃっていただきますようお願い申し上げます。ああ、なるほど、家に来るな。ああ、これは嬉しいかな。大木伯も呼んであります。うん、大木を呼んどると。なるほど、大木と会うのは一体何年ぶりかという頼りをもらいやってきたここ奥まで。はあ、なるほど。
な庭ぞ。広か。それにこの大きな池。これは生い立ちは良いとな気持ちもわかるな。ああ。それにこの邸宅もまあすごく凝ったよ。ほらすごか。なるほどな。ああ。なんとも立派な庭じゃ。大きな池じゃなあ。おたくさんの鯉も泳いどるの。ああ、はい、ああ鯉の寄ってきた。おい、大きい大きい鯉が喋った。誰、鯉は喋らんぞ。お久しぶりでございます。久しいなぁ。いや、待って、なんか体を壊して寝込んでおったと聞いたから大丈夫か。最近は調子がいいようで。そうか、よかった。お前のことはどうせ声が原因じゃろうか。いや、しかしこうやって大熊の家でお前と会えるなぞ、一体何年ぶりか。ああ、ここに江藤のやつがおったら、まさにあちこち暴れ回ってお腹を空かせて大熊の家に弟子を襲いに行っとった行動館時代でございますな。なるほどな、そがんことしよったな。ああ、お主と江藤がな。また何番言いよったか。副島さんが先頭に立って暴れ回りよったでしょ。だから俺はやめよ、止めよったよ。止めよ。副島先生、大木兄、お久しぶりです。だったろ。いや、大熊くん、実に久しぶりだ。なんとも見事な庭じゃ。またね、邸宅も立派だし。ああ、紅葉を見るのは何年ぶりか。目にまぶしいの。大木兄、その後あまり外出は。ああ、政界を引退してから執筆三昧じゃ。今後の日本の行く末を仏の教えも交えて記そうとしとるんじゃが、これがなかなか筆が進まん。言いたいこと、言わねばならんことがありすぎるんじゃ。大木兄は昔とちっとも変わらん。しかし酒はほどほどにせねば。それはできん相談じゃの。またそがんことばっか言うよ。お前体壊すぞ。またなあ、あたろ。ああ、いやいや、大熊茂信君、うん、いや、本日はお招きいただき誠にありがとう。またこうやってお主と子、大木と子3人で会えるなぞ思っておみんかった。実はお二人にご相談がありまして。出し抜けに一体なんじゃ。お主らしくもない。あ、待て、相談中。待って、お前、俺たちはもう引退したみぞ。ほかとで今役に立つか。いえいえ、引退中とはいえ、お二人のご正門は政府内にとどろいておりますから。相変わらず口のうまいやつじゃ。よし、一杯やるか。やめとけ。褒めすぎましたな。また体壊すって。実は私は先日外務大臣を辞任いたしました。しかしこの祭り事に関する熱意は変わっておりません。むしろ政治というものは民衆に選ばれた者こそがやるべきだと胸に新たに誓ったところであります。そこで私の率いる立憲改進党に土佐の板垣大輔の率いる自由党を合併して、今の伊藤博文内閣に取って代わろうかと。相変わらずどでかいことを考えおるの。なるほどな。つまりは総理大臣に立とうというわけか。それはよかろう。でわしらに相談とは何じゃ。その内閣総理大臣になる、そのことが私の目標となってしまうと、この私自身の思い上がりに歯止めが効かなくなるのではないかと思い、そこで左官門として我々がこの世に出てきた、そもそもの理念、これをお二人の口から直接聞くことによって初心を思い出そうと教えを請うておるわけであります。
なるほどの。じゃが、なんだか自慢話の裏返しのように聞こえるの。まあまあまあ、大きい。そう、報れてやるな。いや、しかしな、そうなりまって、俺も実は、もう大熊には一言言いたかことがあった。と言いますと、お主も気づいておるかもしれん。お主もわしも大きい。お前もだ。おう。こうして坂から出て政府で働いとる者たちのこの腹の中にはな、なんというかこう一つの性癖のようなものが共通してあるのではと最近考えとる。性癖？あ、生まれ持っての癖というやつじゃ。おう。あったかの。わからんか。あるだろ。ほら、ほら。あれですな。ああ、そうそうそう。僕もまだ分かったな。説明してやれ。あのな、宴会の席で、そうそう、宴会。最後に残った料理の一つを譲り合って食べる。ああ、副島先生。はい、どうぞどうぞ。いやいやいや、わしはいいよ。お主が食え。ほら、どうぞどうぞ。いやいや、どうぞどうぞ。どうぞどうぞ。どうぞどうぞ。ああ、じゃあわしが。ああ。わしはいつも食いよったですな。さがんもんの一丁残しって言って最後の一つはこう譲り合って食べるもんだよ、まあ、礼儀みたいなもんだよ。最後食べてしまうけんさがんもん嫌われた。しし、こいつまだ気づいたな。いや、何もなかった。大きい大きい、こいじゃなくて、こいじゃなくて、もっと他のこと、他のこと、他のことのこと、あるやろ。おー、それ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 、ほら、言ってね言ってね言ってね。死んだおなごがな、死んだおなごが動き出してな、動き出して、集まってな、みんなで歌ったり踊ったりするんじゃ。ほう、ほう、こがん感じでな、知らんか。豊島さん知りませんか。死んだおなごが蘇って歌ったり踊ったり、はいはい、お前そうよ、お前ゾンビランド坂やから死んだった死んだろ。結構知っとる人は分かるぞ。ゾンビランド坂知っとる人は、ほらおったあらったよかった。あ、まあ、あれのおかげでな、あれもう6年ぐらい前やろ、あれのおかげで、まあ、他の県からお土産買おうといっぱい佐賀に来てくれたりさ、あとあのマンホール、でゾンビランド佐賀がデザインされたマンホール、あれを見に、わざわざ写真撮りに他の県からいっぱい来てくださったり、あと明治、なんてうるさかな、明治時代そのお話は6年前、まだ平成か。今は明治です。はい、お明治。お、何の話しとか癖の話ですかね。あ、そうそうそう、うん、あ、そう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 、うん、あ、明治明治って言われたような気がするんだって。まあ明治、あ、我々はこう明治に至るまでこう数々の困難に直面してきた、うん、あ、まあ、運もあってか男子一生の仕事に走ることをしてきた。例えばほら、わしら3人が連携して行った身分差別の撤廃、あれなどはわしらのこの腹の内を説明するにはよかれぞ、あの時は思い出せ、わしらはろくに打ち合わせなども特にしとらん、かといって同郷だから仲良くしようとかそういう狭い条件で行ったことでもない。そのことはわしらが一番よしとる、ある時はわしらの目指す理想の国の形、理想の国の方向っちゅうのがおのずと同じ方を向いとったからだと思うんだ、そうじゃった、あれは痛快じゃった。だろ、確かに皆の考えが不思議と一致していたようだ。そうそう、それな、この大木鷹と、まあ今ではな飲んだくれの酒飲む親父になってしまうとかってさこいつは東京知事となったときに、東京に桑畑を開墾したことがあった、あれなどは東京の民の命を気遣って行ったことじゃ、あれ大失敗やったな。ああ、特に何のせいかもです。言わんでください。あ、まあまあ逃げるな逃げるな。待って、お前この王家は文部教として子供や婦人たちのために教育制度を整えた、今は亡き江藤が
政府からいじめられておった東北の民を救ったおさぎ沢事件などもあったな。それに佐野常民先生は赤十字を救った、うん、大隈、これらに共通するわしらのこの胸の血気づかんか。人のため、弱い者のためにということでしょうか。それよ。これはなヒューマニズムだ、人道主義とも。わしらのこの思いは今は亡き鍋島直政公、秀吉親王公の教えが大きかったとわしは思う、うん。ああ、そういえば副島さんも、うん、あのマリアルス号事件では奴隷扱いを受けておった中国の民たちを解放させましたな。あれは日本の人道主義を世界に知らしめるに大きかった。さよ、わしもな、いつも仕事の踏ん張りどころはこの国のため、そして国の民とは民のため、そう思い歯を食いしばって働いた。副島先生、大木屋にありがとうございます。確かに佐賀の諸先輩方の行く末はいつも人のためでした。私はその基本的なところに立ち返って、民衆を中心としたこの国の新しい礎づくりをやり直す覚悟を、この胸の中にしかと刻んだんで、あるんで、あるんで、あーる。よう言うた。ますます励め。お主はわしらの中では一番年下末子だ。おいたち兄貴はいつもお前のことは見守っとるぞ。大隈、ほほ、なんかさっきから甘赤に匂いがするぞ。赤に匂い、ああ、実はですな、なんか本当だ、甘赤に匂いしてる。昨年、佐賀に里帰りした際に、よか神社の先の鶴屋っちゅう菓子屋ですか。鶴屋、よか菓子は見つけたんですよ。よか神社の先の鶴屋でよか菓子屋、こちらです。焼きたてでございます。おー、こりゃ、戻ってくる。おー、まさじゃ、あったあったあった。あ、お茶かした。自分で食べ変わっちゃった。じゃあちょっと受け身だろう。大丈夫これ。まんまるじゃな。大隈、この菓子うまいな。もう、なんちゅう名前の菓子だ。マルボーロと。お、マルボーロ。おお。うん。うん。うん。いやいやいや、待て待て待て。これはうまかぞ。うん、のう。ちょっと待って。佐賀の横神社の先の鶴屋の丸ボール、うん、なんでここ東京でこうも熱々で食べれるんじゃ。あ、実はですな、うん、あそこの主人の前吉なる者がつい3日ほど前にひょっこり庭先に現れましたな、うん、あそこで昨年食った菓子がうまかったという話をしたら、そこでお主ねだったんだろう。そうではありませぬ、その前吉曰く、私は釜を仕立てる道具を一式持ってきておりますので、どうぞ庭先で焼いて召し上がっていただきたく存じますると。お、その善吉さんとやらは随分用意がいいんじゃの。私もそんな偶然があるのかと驚きました。お、本当じゃの。それよ、あ、大隈。お主本当にその善吉さんとやらがその釜を仕立てる道具を持っておったのを偶然だと思うか。わしが思うにな、外務大臣を辞任したお主を一つ元気づけてやろうと思い、わざわざ佐賀からここ東京までこの道具と材料を運んできたに違いないぞ。そんなまさか。あり得るか、うん、
大熊、困っている人、弱っている人を助ける、それはおいで佐賀から出て政府で働いた者たちだけの思いではなさそうだな。これこそが左官門の美徳、それよかところだよ。おじゃ奥間、必ず誰かのためになる、そう思ってしっかりと邁進せんば。地味でもいいんじゃ。善吉め、こうしてその後大隈重信は土佐の板垣退助と共に日本初の政党内閣を作り、ついに総理大臣となった。鍋島直政、江田義信用、佐野常太郎、島義武、江藤新平、副島種臣、大隈重信、そしてちょっと地味な大木隆人、我ら佐賀の八賢人の活躍はここ佐賀城本丸歴史館にてお楽しみください。幕末維新佐賀の八賢人おもてなし隊によります歴史寸劇丸坊炉、最後までご覧いただき誠にありがとうございました。出てきました鶴屋さん、この鶴屋さんというのは実は今も営業を続けていらっしゃる非常に老舗のお菓子屋さんでございます。そこに、当時のご主人であった善吉さんという方がいらっしゃいまして、この大熊宅、早稲田のですね、大熊宅に足を運んでそこでお庭で焼いて丸ボールを振る舞ったというのはこれ実は史実なんでございます。鶴屋さんの方に参りますと、なんとそのね、物語が書かれた、レリーフといいましょうか、それがね、飾ってあったりしますので、もし、興味のある方はね、鶴屋さん行って、それね、見ていただければと思います。我々はこのように、なかなか歴史の教科書では深くまで知ることのできない、この史実をもとに、お芝居という形で皆さんにご覧いただくという活動を、この佐賀城本丸歴史館をお借りして、実はもう丸々11年続けてこれております。なんと来月にはですね、なんと12周年を迎える。はい、もうここまで続けてこれたのも、足を運んでくださるお客様、もう最後までね、見てくださるお客様のおかげでございます。本当にありがとうございます。ありがとうございます。